I have to go back to my planet. The planet with a pandemic, with a wars. 疫情不知不觉已经蔓延了三年，突然收到地球另外一边一个好久没联络的朋友消息。I told you, more deeper. This is not my film, okay? No, it's our film. Come on. You are so selfish. I feel like I'm useless. I don't know the purpose of life anymore. Ludost od rata što je bila, trebalo je da se puca familija na familiju. Što ubijeno, što protjerano. Čitav ovaj sistem nikakav. Živjeti u današnje vrijeme bejba i grozno vrijeme. Even though today is the end of the war, I will find a way to survive. This is the film Jay made with me a few years ago. Even though Jay is not here tonight, but I think he is watching with us. See you again in somewhere. Hope this is gonna be over soon with our wisdom of a human being. はい、本日の高橋宏樹のシネマ館配信も、素晴らしい映画監督とお話しさせていただきたいと思います。まずは自己紹介をお願いいたします。はい、こんにちは皆さん、映画監督のリン・カーワイです。ただいま、最新作のすべて至るところにある、バロガンハンドで撮ったロードムービーですけれども、今、東京のイメージフォーラムで公開されまして、それから3月15日からも関西全般のミニシアターで公開される予定ですよね。3月15日京都出ました、3月16日、シニールーボー、そして3月23日から、元町映画館、3月29日から、宝塚のシニピリアですね、はい、ぜひよろしくお願いします。はい、ね、監督ね、ラジオから数えて4回目の出演です。ありがとうございます。あ、いつも世話してます。最多出場になりました。はい。カーは4部作。かなり、なんか頻度が高いですよね。はい、ありがとうございます。このまま続いていってほしいんですかね。今回ね、すべて至るところにあるんですけども、簡単にあらすじをお願いします。はい、そうですね。はい、この映画撮られたのは、2022年の、夏頃ですね。はい、ちょうど、コロナ禍が、まだ続いている中ですけれども、はい、ヨーロッパはですね、もう、解放されまして、ワクチンの証明、あるいは PCR テストの証明なくても、行けるようになった時期ですね。はい、しかし、アジアではまだ、例えば中国、マカオ、香港、まだロックダウンしているところだし、はい、日本もなんか、少しずつ緩和されているんですけれども、うん、それでも PCR テストとか、ワクチン4回目打つか打たないか議論されている時期ですね。はい、まあ、基本的にアジアも全体皆さんがマスクをしているところですけれども、はい、で僕が、でもヨーロッパ解放されたから、いつもよく行ってた東ヨーロッパの、バロガハンドエリアですね、行って、まあ、今まであそこで絵を2本作ってきたんですけれども、はい、1作目は、どこでもないここしかない、はい、かとかかでですが、今回3作目になるんですよね。はい、で、あそこで、絵が作ろうとしてて、これ絵が作ったんですけども、うん、はい、内容としては、ある、まあ、マカオに今ロックダウンされている状況の中にいるマカオ人、エーバーという人ですけれども、はい、彼女がある日、いきなりなんか、バロガンハンドから、メッセージ受け取って、はい、かつて自分と関わりがあった、映画監督ですね、はい、行方不明になったという話ですけれども、うん、でその行方不明になった監督を、
バロカ半島にいて探しに行くような話ですね。はい。で、彼、その行方不明になった監督を探し間に、うん、彼女が、まあ、各地で彼の秘密、はい、そして二人の格好もいろいろなんか、読み替えてきて、うん、この今、まあ、現実起こりつつあるなんか、コロナ禍、そして戦争ですね。はい、もう全、まあ、全部の今の生活情勢も含めて、人類が、あるいは我々がどうやって生きればいいかという、テーマになんかつけられて、まあ、そういうようなことを、問うような映画ですね。そうですね。なんまあ、いつもなんかラブサスペンスロードムービーとも言われてますけど、まあ、そんなにあの極端な、ね、サスペンスではなかったですけどね。いや、サスペンスですよ。最後まで、はい、最後まで、その行方不明になったジェイがどこに行ったか。そして今どうなっているそれやっぱり、ね、サスペンス、ね。はい。サスペンスですね。今でもサスペンスだと思うし。そのまあ、はい、まあんまりその人を殺したりするようなサスペンスではないっていうね。あそうですね。もちろん、人を殺したり、なんか、うん、そういう暴力、心がいっぱいあるような、はい、まあサスペンス映画ではないですけども。そういうね。あるんだよね。なんかサスペンスってそういうのをちょっと想像してしまうから、かなと思ったら全然あんまりシーンにはそんなに極端に繋がらなかったなと思いながら拝見はさせてもらいましたよね、はい、うんうん、でもあのこれまああのそのまあ3部作ということで全2作ありますけど別にその2作見てなくてもこれ単独で楽しめるね作品ですよね。そうそれ、うん、まあ前の2作品を見なくても全然、まあ独立としての、はい、一本の映画として楽しめるんですよね、うん、だから、まあ3部作の最終章と言われてるんですけど別に、はい、前の作品見なくても、うん、この絵はまあ分かると思うんですよね。うんうん、まあ、つながりがないですね。単なる前の2作品の、撮影された人物、今回もう一回登場するだけで、はい、そして前撮影された映画が今回なんかフッテージとして現れたりする、うん、まあ、いわゆる引用されたりするという感じですね。はいはい、だから、なんか3部作がでもまあなんか三重構造になってるような感じで、その完全な続きもんではないけど、うん、なんかすごく変わったつながり方がね、うん、全てにあるというか。そうですね。それも映画の中の映画、あるいはまあ、いわゆるメタ構造、うん、メタシネマとしてはもう十分に、はい、楽しめる映画となっていると思うんですけれども。はい。だから、どうしても今作見るとね、前作はちょっと前作の存在が気になってしまって。はいはい。あの、結局その、私もちょっと2作目を拝見したんですけど、その2、うん、3と見たときに、我がっちりいくことも多々あって、はい、あなるほどなっていう感じでね、拝見させてもらって、うん、で我々その街をちゃんと監督自身映してはるんで、それは全部3部作に共通する 感じがありましたね。そうですね、うん、はい。だからそれ、スタイルも同じですよね。うん、あと制作の、まあ、要するに今、少人数で、はいはい、現地で、うん、まあ、調達して、スタッフも、はい、役者さんも、うん、まあ、そのスタイルを、まあ、即興で作っていくというスタイルは基本的に同じですね。はいはい、ですね。なんか、まあ、拝見しても、本当に少ないスタッフさんでやって、すぐオーディションして出してっていうね、なんかそんなんもあって、はいはい、まあ、そういう苦労もいろいろありながら、あ、よこういう流れをよく作ったなっていう感じで拝見をさせてもらって、あのなんか、すごく、まあ、人間が主人公ですけど、こう街も一つ主人公になってますよね、全部ね。今回ね、はい、そうですね。まあ、とりあえず、バルカン半島の風景、うん、あるいは空気、うん、多分すごくなんか、いい感じで、この絵の中で表現されてるんじゃないかと思うんですよね。うん、それ見るだけでも楽しいと思うし、うん、そして、この、まあ、そういう風景、そういう景色見てから、まあ、バルカン半島に行きたくなる、旅に出たくなるということも間違いないと思うんですね。そうですね。あのこれまあ、監督がとってこのなんかヨーロッパ映画を見てるような感じに感覚になったんですけど、で邦画でもない、はい、洋画でもないヨーロッパ映画的な感じ、うん、どうしても舞台がヨーロッパかそうなんですかね。でも全体的に流れも邦画ではないですよね、やっぱりね。そうですね、まあ、まあ、メインキャストは、日本人の、まあ、証言さんですね、はいはいはい、そして音楽、あと、まあ、主役、まあ、編集、まあ、からこれですよね、はい、関わっていた人はもう全員日本人ですけれども、はいはい、もう現場、
で、撮影したカメラマンとか、録音した録音さんは、はい、まあ、現地の人ですよね。はい、あと、もう一人の主役、アデラ・ソウさんですけれども、うんうん、彼女、まあ、マカオ人ですよね。はい、まあ、ある意味は、まあ、多国籍エアでもあるし、うん、無国籍エアでもあるんですよね。はい、だから、放火とか洋火とした、ああいうような見方じゃなくて、うん、まあ、とりあえず、なんか、無国籍映画、あるいは国際映画、多国籍映画と書いてもいいかもしれないですよね。だからもう完全にもう監督のもうオリジナルのスタイルですね、これね。だからその洋画方が、まあ、好きなというか、ね、もうこれはもう監督も独特の作品やなと思いましたね。はい、だから そういうだからもう国籍無国籍っていうのはぴったりありますね、うん、無国籍監督ってね、そんな感じで、ね、あ、だからすごく街が綺麗やし、まあ行ってみたくもなるけど、逆に行ってる気分にもなれるんで、それは良かったですね。ほんで、まあその不思議な感覚でずっと話が進んでいきますけど、やっぱりこう人と人との会話とかも割合大事にしてて、その辺のシーンも割合こうじっくり見せてもらえたし、で、奥底のテーマでやっぱり平和っていうのが監督自身持ってはるんで、この作品でもそうでしたけど、三部作を通してこの世界平和をね、願ってるようなテーマもちょっと掘り込まれてますよね。うんうん、そうですね。まあ、本当に、うん、まあ、今、自分がこの世の中に対する考え、まあ、結構いっぱい、取り入れてるんじゃないかと思うんですよね。はい、だからそこはなんか単なる労働ブームじゃなしに、ところどころでこうセリフもそうですし、まあ、なんか、うん、思ってる気持ちも、こう平和っていうところを表現されてるのかなっていう、ね、だからバルカン半島三部作っていうのがちょっと平和三部作みたいな、ね、ところも少しね、はいはい、少しねやっぱり、まあ、まあその通りですね、まあ、平和三部作ですよね、うん、本当に、はい、ですよね。だからそう思って感じ、あ、なるほど、こういう表現の仕方で、平和を訴えてるんやっていうふうにも思いましたね。だから単なるこうロードムービーではなくてね、あのそういう場所行って伝えるんだし、それは映らないねんけども、映画全体としてなんかこう平和っていうかね、ところどころでこの、あの悲惨な会話も出てるわけですから、うん、ね、その辺で全体としてようエキスが入ってるなと思いましたね。はい、はい、その中でまあ不思議な感覚もあの入ってて、これね、またね、あのシーンがいろいろあって、あの、まあ、映画も感じられるシーンもあったんですけど、やはりこう街とか人、監督の独特の写し方なんで、またポストカードにしたいシーンが多かった。まあ、そういうシーンがいっぱいありますね。なんか美しい、ね、なんか映像がいっぱいあるんですよね。うんうん。なんかそれが、あ、またすごいなと思ってね。あの、今回もすごく本当に綺麗映像で、うん、少人数の割にはちゃんと撮ってあるなっていう感じでは、あの、印象ね。受けましたけどね。はい。そう思ってくれて嬉しいですよね。なこれはまたほな完全な脚本はなしでっていう感じですか。一応監督の頭の中には脚本みたいな構造があっての撮影ですかね。そうですね。まあそういうスタイルがある意味では今完成してるんですけれども、はいはい、まあ始まりもバロガ半島で撮った一作目、はい、どこでもないここしかないからスタートですね。はいはい、それまでには映画の作りはやはり、まあ、少人数だといてもそこまで少人数はないですよね、まあはい、まあ少なくても20人ぐらいいたり、うん、あと脚本も、まあ、ちゃんと書いているんですよね、はいはい、大乱行まで、書き上げてて、うん、そして準備に入って撮影するんですけれども、うん、はい、やっぱり、バロガ半島の一作目から、はい、もう完全に脚本なしで、準備もしないで、はい、まあ、撮影しながら準備するんですけれども、人数も本当に、数人だけに限定して、そういうスタイルはいつかどこかで始まあ、ごめんなさい、どこでもない過去しかないから始まって、うん、その後いつかどこかで、その後また日本で撮ったあなたの放映ミーティングやもって、はいはい、今回ある意味では自分のそういうスタイルの集大成ですね。はい、なね、またですね、あの前回はドキュメンタリーでしたけど、まあ、今回3部作でこう映画としてですけどね、またこの撮影もなんかロードムービー的にまたドキュメンタリーで撮ってたんじゃないかなと思いながら、また出てくるのかなとか思いながら思ったりも
しながら見たんですけどね、それはなく、うん、その監督の撮影自身もなんかまたドキュメンタリーになるんじゃないかなと、ね、うんうん、拝見してて思いましたけどね、そこでも、うん、一本映画できるよねと思いながら。そうですね。はい。ほんで、なんかこの監督が近くなったのか、証言さんが近くなったのか、なんかお二人がなんか似てるような感じに、今作で思いましたね。監督が証言さん近づいてるのか。まあ、証言さんかっこいいですけど、うん、まあそこまでかっこいいじゃない。うん、まあ、ジョン・ウィックっていうかもしれないが、でも、証言さんほどかっこいいじゃないです、ね。でもなんかね、見ててね、あの、ちょっと一体感っていうか、我感じた、感じましたよ、今回。ああそれが、まあ、まあ、証言さんのすごいところですよね。うん、まあ、要するに、この、なんていうかな、真似してるじゃないかな。そうですね。まあ、映画監督っていうと、あの、役柄もあるから、その辺がね、うん、なんか、あの、一瞬は、これ、証言さんは監督をイメージしながら演じてるのかなとか。可能性ありますね。だと言っても、ね、僕が彼にそういう指示をしたわけじゃないですよね。はいはいはい、はいはい。僕を演じてくださいと言った、はいはい、一回も言ったことないですよね。はい、うん、でもやっぱりね、何回も一緒に撮影されてからこう似てくるんでしょうね。はい、それもあるかもしれないです。ね、だからそれもなんか見ながら、あの、面白いなと思いました。そして今回のね、主人公も、主人公演じてた女優さんは前作でも主人公で、あの、演じてますけど、こう役柄がね、全然違うかって、でもそこはちょっと今回ピッ、あの、なんか、ちょっと絡むっていうか、そうね、連結するところもすごい面白いですね。うんうんうん。そこも、ね、いや面白いですよ、本当に。不思議な感じでね。自分見ても面白いと思う、それ。これ本当に面白い映画ですので、もっと他の人々に見てほしいなと、本当に思いましたね。うん、ね、あの辺がちょっと流れが違うけど、あのそういう映画に携わって、あの、関係するところのエピソードが、なんか面白くて。うんうん、だから至るところにあってはあそういう流れになってんねんけど、この前作を見るとまた違うかって、でも結局2作目のそのままがちょっと3作目でね流れたりとかして、うんうん、あなそういうこう一緒の人なんやけど全然別なんやってね、その辺の面白みもあってね、そうですね、うん、まあ、一回見るじゃなくて何回見てもなんか面白いの仕掛けいっぱいなんかあるんですよね、実は、ね、な、そうですね。だから、本当はこう、もう初めから、もう一部目から三部目までこう、一気に撮ってもいいような感じですけど、うん、それはまた、こう、分けて撮ったからいいところもあるんでしょうね。そうですよね。うん。逆にこういう感じは、こう、その、一つを40分ぐらいしても、三本まとめて、オムニバスみたいにね、する方法もあったやろうけど、うん、でも、やっぱりこう、三部作にしたっていうところで、こう、意味があって、でも、極端にこう変わってない、やっぱりその3部作のなんかイメージっていうか、うんうん、あの3本ともね、保たれてましたよね、うんうん。普通ね、1作目と3作目全然変わってくるっていうのがあるんですけど、うんうんうん、そこはもうきちっとなんか、こう撮影期間が空いてる割にはちゃんとね、撮ってありましたね、うんうん。その辺の苦労は別に、特にはなかったですか、もう。いや、苦労というよりも、やっぱり、うん、まあ、もともと3作目は、2020年に撮る予定ですね。はいはいはい、ちょうど、カマンド5が撮り終わってから、うん、行こうかなと思ってたんですけど、はいはい、やっぱり、コロナ禍あって、なんか海外に行けなくなったので、うん、まあ、結局、まあ、日本で別の映画を撮ることになったんですけど、うん、はい、それはあなたの意味ですね。はいはいはい、まあ、そういう意味では、やはり、とまあ、コロナ禍があってから、延期になったという企画ですけれども、うん、はい、でも、まあ、それ、まあ、映画にとっていいことでもあるかもしれないですよね。はい、やはり、その、とすぐ、まあ、2019年にから2021年の中にやっぱり、世の中もいろいろ変化があって、はい、まあ、そういう変化もう取り入れることによって、うん、この3部作目ですけれど、もっと、豊かになっていく、そして、前の2作との関連つけるのことになってから、もっと面白くなっていくということは、うん、自分もちょっと驚いたんですけれども、やはり、まあ、本当になんか3部作にふさわしいの、最終編となっているんですよね。まあ、自分の映画の人生の中でも、まあ、すごく、ある意味では、今までの映画の作り方に対するの一つの、集大成とも考えていいと思うし、まあ、そういう意味では、苦労するというところよりも、まあ、
そういう、まあ、時間かけて、やっと作ったっていうことは、すごくなんか良かったなと思いました。なるほどね。ぜひともね、これね、見るとね、まあ、の前作とか見たくなるので、まあ、うん、東京は今公開してますけどね、大阪はその3月からなって、一回その公開になった時にこの3本目を見てもらって、うん、そのヌーボで行われる3本一気見ですか？そうですね、一気見、見れる日は、3月の22、はい、あ、ごめんなさい、3月の22日ですね、はい、祝日ですけれども、3本でまとめて見れるので、だからそれまで一回これはちょっと至るところはさっき見とってほしいですよね。そうですね。その時に、その時に見るんじゃなくて、ね、先に全て至るところは先に見といて、もう一回、それ2回目見るのを含めて3本一気見ると、よりいいでしょうね、その見方がね。その日に初めてこれよっていう見方よりも、2回目でその3本一気見がいいでしょうね。それが一番、ね、いいと思いますよね、はいはい、ぜひとも皆さんその見方をお勧めしたいと思いますのでそういう見方、ね、初日の方は監督舞台挨拶ありますしあります、はい、と三部作の時はもう来られるもちろん、言います、はい、舞台挨拶もします、特も毎回あります、はいはいはい、ぜひともねあの東京のもいろんな方と、トークされてますんでね大阪もそういう感じで、ね、いろいろしてもらって、ね、前作の時はヌーボー、ね、初日満員でしたからね今回もぜひ、ね、そうですね。ディスの時はね、前、まあ、あの、完売だったんで、今回も。そう、2回も満員になったんですけど、ね、今回は、とはどうなるかわからないですよね、うん。はい。でもやっぱりそういう、あの、3部作っていうのを、再度、ね、あの、強調して、皆さんに見てほしいなと思います。はい。うん、はい。では、最後になりました。またメッセージよろしくお願いします。そうですね。はい、まあ、まあ、バロガハンドと言ったら、多分皆さんにはなんか馴染みが、ないところですけれども、はい、でも、まあ、なかなか行けないところということもあって、まあ、ぜひこの映画を見てほしいですね。はい、そうすると、このバロガハンドの素晴らしい景色、本当に絶景だらけですけれども、絶対なんか、まあ、感動してくれるんじゃないかと思います。はい、そして、この映画を見てから、まあ、これからどうやって、この不安で、の世の中に、生きていくか、もう多分いろいろなんかヒントを得て、はい、前向きになってくれるんじゃないかと気がします。はい、そしたら、ぜひ、すべて至るところにあるを見てください。はい。これね、3本ともね、こう、日本語の題名が、点が入ってるところもね、なんかすごい、はい、意味、これは意味があります。面白いですね。だから、はい、3本とも点があって、まあ、3本続けて題名読んでも、一つの言葉になるようなっていう。そうですね。それも別の意味を、まあ、立ち上がってくるじゃないかと思いますね。ですね。そういうのをちょっと皆さん感じてほしいなと思います。はい、この英語の題名もつなげても、なんかね、面白い意味にね。面白いですね。はい。ありますね。その辺も含めて、見ていただけると思います。また微力ですけども、応援させていただきます。はい。よろしくお願いします。はい、皆さん、まあ、関東の方、まだ行っていただきまして、関西公開になりましたら、皆さん、関西の方は応援よろしくお願いします。本日はね、もうイメージフォーラムのところから、忙しい中、インタビューさせていただきまして、どうもありがとうございました。ありがとうございました。はい。どうも、よろしくお願いします。